はい、どうもこんにちは、ワイパーの鈴木です。今回はですね、ワイパーインクの新商品をご紹介していきたいと思います。これはですね、前回、これも特集で紹介させていただいたんですけど、ワイパーインクで出したロイヤルネイビーの、この斜めポケットが特徴のカーゴパンツ、こちらのショートバージョンを今回制作させていただきました。カラーに関してはですね、オリーブと、本来のカラーのこのネイビー、そして、ブラックですね。素材とカラーに関しては、フルレングスのものと変わらずになっています。で、今回はですね、これ、ただショートにしたわけではなくて、結構価格もいろいろ頑張らせていただいたんですけど、その代わりにですね、若干その仕様としてはちょっと省略させていただいたところもあって、もともとついているこの左側のポケットのここの隠しポケットがあるんですけど、今回ショートパンツなので、こちらの隠しポケットに関してはですね、今回ちょっと省略をさせていただきました。仕様としてはですね、ちょっと物足りないなっていう印象あるかもしれないんですけど、そういったところをですね、削ったことによって、逆にちょっとお求めやすいプライスっていうのも実現できたのかなということで、今回こういった仕様になっています。で、さらにですね、このフルレングスよりもこのショート丈にしたことによってですね、裾幅も結構広めに取っています。なんで、こう履いた時にですね、結構このバギーとかバミューダっぽいような、サイズ感で履けるのかなというふうに思います。で、お尻のポケットも、変わらずに片方で、これサイズ感としては L なんですけど、こういったウエストのアジャスターあるんでですね、これを調整することによって、以前個人的にもこれ L サイズの長丈の方履いてるんですけど、こちらもですね、 M から L までベルトなしでだいたい履けるかなといった感じです。後でこれ履いてみたいと思います。そして、こちらですね、はい、これももううちの定番のパンツになっています。ですね、ワイパーインクのフランス軍の M52 の、こちら今回ショートバージョンを制作させていただきました。カラーに関してもですね、変わらずに、カーキとブラックの2色展開になっています。で、今回ですね、これもともとうちの方で展開している、M52 のパンツはですね、フルレングスの方は結構テーパードのシルエットで、かなり、実物のヴィンテージのものに比べるとですね、アレンジが効いています。で、それに対してこちらのショートパンツはですね、実物に忠実な、先ほどの、こちらのですね、スラントのショートと一緒で、裾幅が広めのですね、結構こういった感じで、このグルカとかそういった感じで、履けるような、サイズ感シルエットになっております。はい、ということで、こちら今回二方のご紹介なんですけど、今からですね、春、夏と、ショートパンツ活躍する機会増えてくると思いますので、早速まずはこちらですね、ちょっと履いていきたいと思います。はい、ということでこんな感じです。こちらでですね、 L サイズを履いています。で、このウエストのアジャスターはですね、実際今締めてる状態なので、これですね、こういった感じで2段階調整できるんですけど、L だとですね、やっぱりちょっと大きめなので、こういった感じで1段階補足して、ベルトなしでちょうど履けるといった感じになっています。結構この裾にかけて広がった感じが、で、膝よりですね、少し下がるぐらいの丈なんで、裾幅とこの層だけのバランスもちょうどいいかなといった感じです。もちろんこれのもう一つ小さい M サイズもですね、ちょうどよく履けると思うので、これに関してはですね、合わせるトップスのサイズ感だったりで、調整していきたいと思います。で、ちなみにですね、これ、先ほどちょっと言い忘れていたんですけど、ショートパンツにすることによって、こういった感じでですね、紐を追加しています。ですので、さらに大きい XL とかでもですね、こういった感じでこの紐を結べば、ある程度大きめのサイズも、調整できるようになっていますので、ベルトがなくて、気軽に履けるという意味では、夏にかなり重宝するショーツなんじゃないでしょうか。で、カラーに関しても、こういった感じと、
はい、こういった感じの3色展開になっております。では続いてですね、M52 のショートパンツ履き替えていきたいと思います。はい、こちらですね L サイズを着用しています。どうでしょうか。まあ、L ということで気持ち大きいんですけど、今ですねベルトなしでギリギリ、腰の骨に引っかかってるかなっていった感じです。まあ、ですので M でジャスト、 L もまあベルトがあればちょうどいいかなっていう感じです。まあ、ただとはいえ L サイズ、まあ、少し大きめかなと思ったんですけど、この裾幅とこのちょうど膝丈ぐらいにかかるこの着丈がですね結構いいバランスなので、まあ、個人的にどうかな、着るんだったら M か L かのどっちかなといったところです。でさらに、こちらですねカーキに加えて実物にはないブラック、これ先染めなんで色落ちもしづらいので、非常におすすめなブラックになってます。まあ、どちらも使いやすいと思います。でまあ、この素材とシルエットもですね結構実物の感じに近いのかなと思います。まあ、夏場の M52 としてこれはすごいおすすめになってます。はい、ということで今回ですねワイパーインクからイギリス軍のカーゴパンツ、そしてフランス軍のチノトラウザ、2つご紹介させていただきました。これですね両方ともどちらもですね非常にうちの人気の鉄板のショートパンツなので、まあ、それのショートバージョンということでこれもかなり人気が出ること必至なアイテムとなっています。まあ、ですのでこれですね人気のカラー、人気のサイズに関してはまたまたすぐにちょっとなくなってしまう可能性もありますので、はい、ぜひ気になる方はですねサイトの方チェックしてみてください。それではですね今回の動画がもし良かったなと思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。他にもですね SNS 頑張っていますのでぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。